皆様、こんにちは。本日は GitLab DevOps ウェナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。GitLab は日本法人を設立して1年を迎えることになりました。昨年は皆様の力強いご支援もあり、設立初年度より飛躍的な成長を遂げることができました。ありがとうございます。本年を何れぞよろしくお願い申し上げます。さて、GitLab はリポジトリ管理、また CI-CD を提供するソリューションが ベースとなっておりますけれども、その他ソフトウェア開発ライフサイクルにおいて必要となる数多くの機能を有しております。本日から3か月にわたり、ソフトウェア開発ライフサイクルにおいて GitLab がどのような効果をもたらすことができるのかを改めてご紹介させていただきたく GitLab DevOps Webinar シリーズを開催させていただく運びとなりました。本日はアジャイルプランニング来月はチームコラボレーションに関して、また最終月4月に アプリケーションセキュリティに関して考察してまいります。本日は、アジャイルコーチのエクスパートでもある、クリエーションライン株式会社、株式会社やマネコの田中様をお招きして、アジャイルの歴史や最新情報を含めて、どのようにスクラム開発を推進したかについてご講演いただきます。また、後半は GitLab のデモを交でアジャイルプランニングの GitLab の適用について、弊社伊藤よりご紹介させていただきます。 なお、あのご質問に関してなんですが、ご利用、ズームの機能の中に、えー、画面下のやや右寄りになるかと思いますが、Q&A 機能がございます。えー、そちらを立ち上げていただきまして、えー、適キになりますが、ご記入をいただけますと幸いでございます。えー、セミナー中にいただいたあご質問に関しては、随時点灯させていただく予定でございます。また、あの表示させていただいているメドアドレス、jp-sales-gitlab.com までお寄せいただいても問題ございません。 よろししくお願いいたしますそれでは、田中様の心よりご視聴ください。はい、では、えーと、改めて考えるスクラムプラスアジャイル基本の機編をさせていただきたいと思います。では、まずはです、ね、自己紹介からさせていただきたいと思います。えー、と本日お話をさせていただきます。 株式会社の田中亮と私はですね、えっ、ー、と、アジャイル開発を10年ほど前からスタートしまして、で、その後ですね、えっ、ー、と、エンジニアとしてのスクラムの経験やら、えっ、ー、と、外資系でのスクラムマスター経験、で、あとはスタートアップの立ち上げのエンジニアリングサポートなどを通して、現在では、えっ、ー、と、株式会社山マネコで、アジャイルコーチ兼ソフトウェアエンジニアとしてやっております。最近ではですね、 えーとアジャイルコーチとしてチームのサポートですとか、あとは会社全体がアジャイルトランスフォーメーションをするときの会社としてのサポートなども行っております。本日お話しさせてもらうことなんですけれども、大きく3つのテーマに分けてお話しさせてもらおうと思います。まず、アジャイルスクラムをなぜやるのか。 アジャイルスクラムって何それから最後にどうやってスクラムを実践するのかといった話をしていきたいと思います。結構あのベーシックな内容になっていきますし、えっ、ー、と、応用編の話とかはないんですけれども、えー、大体30分間楽しんでいっていただければいいかなと思っています。はい。ではちょっとこの最初の質問ですね。アジャイルスクラムをなぜやるのか 私,あの私自身、えー、伝える立場でも、えー、実践する立場でも、アジャイル開発をここ10年ぐらい選択し続けてきています。それがなぜかというのを、えー、端的にお伝えしようと思います。あくまで私の個人の意見です。このあたりは人によってある程度違いはあると思います。 実際にですね、えー、とこのテーマでちょっと話そうかと思ったときに、えー、と私の知り合いのアジャイルコーチ数名に、えー、となぜアジャイルスクラムをやるんでしょうかっていう話をしたところ、まえー、全員ね、答えが違いました。もう人によってはなんか、あのーま、なんていうかチームでやるのが楽しいからとか、そういった話もいろいろありましたで。あくまで私の意見として、えー、と3点挙げさせてもらいたいと思います。 まず、なぜアジャイルスクラムをなぜやるのか、1個目は儲かるからです。で、2個目には楽しいからです。で、3個目には生き残れるからです。ちょっとね、これだけ言うとなぜやるのかいまいちわからないと思うので、1個ずつ掘り下げていきたいと思います。まず、儲かるといったところなんですけれども、えっ、ー、と、企業として、えー、と何か利益を出すっていうのは結構当たり前の話ですよね。皆さん、あの時々忘れちゃったりしますけど、もちろん、 企業が利益を出すことだけを考えているわけではありません。企業にはそれ以外にも社会的責任を果たしたりとかいろいろありますが、まずはベーシックな活動として利益を出すということがあります。まあ当たり前ですよね。これサボっちゃうと給料出せませんからね。はい。で、えー、っと、アジアルスクラムをなぜやるのかのところに、ここで儲かるからというものがあります。儲からなかったらそもそもこういったことをやる必要はあまりないんですよね。 えとじゃあ、どうやって儲けるのかって話なんですけれども、一番多分、えー、端的に、えー、と計画主義的な動きと違うところというのは、えーと、ビジネスを市場に投入する速度が速いといったところです。じゃあ、ただし、えー、市場に与えるインパクト、最初のインパクトは、えー、と計画主義と比べて大きいかと言われると、とても小さいです。 比べてみると、例えば1年ぐらいかけて計画主義的に作っていったプロジェクトをどんどん投下すると、インパクトは結構でかいですよね。ただし、これは博打みたいなもので、大間違いの時もあったりします。昨今のですね、えーと、情勢を考えると、情勢はどん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 変わっていくっていうのを、多分皆さん感じてると思います。1年前に考えていたいいアイディアっていうのが、今いいアイディアかどうかは全然わからないですよね。 に対して、えっ、ー、と、アジャルスクラムだと、えっ、ー、と、そうですね、市場に投入する速度っていうのは、早ければ、うん、そうですね、1日とか2日で投入したりとかします。で当然、そこで、えっ、ー、と、与えるインパクトっていうのは小さいんですけれども、何らかのフィードバックが返ってきます。でそのフィードバックを受けて、また改善し、また投入しといったことを繰り返していきます。 こうやってどん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 やっていくことによって、素早くトライアンドエラーしていくことによって、どんどん移り変わる情勢に対応していきながら、何が儲かるのかっていうのを探っていくことができるんですね。 また、あとですね、えー、と何が良いのかっていう探っていく手法として、えー、と大体の会社さんでは統計的な手法、つまり BI とかって言われるものを使うことが多いんですけれども、えー、最近では、あの事例研究法的な手法、つまり UX リサーチとかですね、そういったものを使うことも多くなってきています。で統計的な手法だと、スペシャリストを雇って、その人にお任せってこともありなんですけれども、事例研究法的には、チーム総体で当たった方がいいんですね。 もちろんスペシャリストを雇うんですけれども、スペシャリストはあくまでリーダーになるべき人であって、えー、とその人に全部お任せといった形ではないんです。そういったチームで動くっていったところも、えー、とスクラムで動いあの、スクラムをやったり、アジャイルで動いたりとかするときに役に立っていきます。なので、私はこれを選んでるっていうのがまず一つ目にあります。次にですね、楽しい、えー。楽しいことはいいことですよね。でもですね、えー、とスクラムのトレーナーとかをしていると、時々、あのー 大手企業さんとかと話を聞いてると不思議なことがありまして、えー、楽しいことと仕事は別だみたいに考えてる人がまあまあいるんですよねでも楽しいことと仕事っていうのは別に相関関係も因果関係もないので楽しい仕事ってあっていいんですよでえー、っとただし楽しさっていうのはいろいろありますよね あのまあ、単純にお酒を飲んで楽しいとかあの、ゲームをして楽しいっていうのもありますけれども、ここでいう楽しいっていうのは、仕事をしししててて楽楽いいいつまりチームで働いて楽しいってところに提起させてもらいますでこういったところを突き詰めていくっていうのは、最近出てきた動きの中にもありまして、えー、とワーク・ライフ・バランスといったことを聞いたことあると思うんですけれども、いやいや、もっともっと,、えー、と進めていこうよってことで、落合さんとかが、あのワーク・アズ・ライフっていったあの話も出てきています。 ワーク・ライフ・バランスっていうのは、ワークっていう苦しいものと、えー、とライフっていう楽しいもののバランスをとっていこうよっていう話なんですけども、ワーク、仕事をそんなにネガティブに捉えるのではなくて、えー、と仕事も楽しくしちゃって、人生の一部として謳歌していこうよっていうのが、ワーク・アズ・ライフの大きな話になっていきます。またですね、楽しいって言ったところ、他の視点から見ますとですね、モチベーション3.0の内発的動機って言ったところもあります。 えとちょっと聞いたことがない人がいるかもしれないので言っときますけれども、モチベーション1.0、2.0、3.0とありまして、1.0は生きるための動機ですね、生きるか死ぬかっていった時の動機になります。で、モチベーション2.0っていうのは、えー、と外発的動機、えー、つまり上司とかから、えー、と心象出発、あのー、褒められたり、えー、と罰を受けたり、罰を避けたりとかっていったことが動機になる、えー、のが2.0になります。 3.0は内側から湧いてくるものですよねで。これはどうやって湧いてくるかっていうのは、大体チームで働くことによって、お互いに刺激し合って湧いてくるっていったことが、まああの、短い時間にパパっと言いますと、そういうふうになります。これが2番目の、えー、と理由ですで。3番目ですね。えーとまあ、それら、儲かること、楽しいこと、利益を追求するための行動プラス、内発的動機。これらがあると、このそのチームっていうのは長続きしやすいんですね。 最近よく聞くかもしれませんけど、サステナビリティとか、えーと、継続性とかいったところですね、えーとで。そういったふうにチームが生き残れるようになるんですよ。で、いいチームは、えー、といい組織の構成部品になっていきます。そうすると、えー、自然とチームが生き残各チームが生き残っていけば、組織も生き残っていくと。えー、と儲かって楽しいことを両立しながらも、継続性がないとあ,のあまり意味はないんですよね。 僕自身、経験があるんですけれども、えー、とスタートアップで、えー、と楽しい、楽しいっていうことをやってたんですけど、実は全然もあの、一瞬だけ儲けれたんですけどね、その後全然継続性がなくてですね、えー、最終的にはですね、黒字転換できなくてですね、あのなか投資を返せない状態になってしまって、えー、といろんな引きこも楽しいことが起きるといったことがありまして、いくら楽しくて一瞬儲けれたとしても、えー、それに継続性がなかったら、 結局、あまり意味はないんですよ、その後の行動に。なので、やっぱり生き残れることっていうのを考えていくっていうのは非常に大事になります。で、アジャイルスクラムをやると、じゃあ、それが達成できるのかっていうと、そうではありません。それだけやっていても別に達成はできませんが、えー、と物を作ったり、価値を生み出したりする側、そのチームの側や、それを考える人たちの今のところの良い選択肢に僕はなっていると考えています。 でえー、とじゃあ、今まで、えー、とアジャイルスクラム僕はなぜやっているのかっていうのを話してきたんですけれども、ここから、そもそもアジャイルスクラムって何だろうっていう話をしていきたいと思います。まあ、そもそもですね、えーと、専門家から言わせると、このアジャイルスクラムって並べた時点でちょっと実はと難色を示されるかもしれません。そもそも違うものですからね。でも、どうやって、どう違うのかっていうのを簡単に説明していきたいと思います。 ではですね、歴史から改めてアジャイルスクラムを考えるっていったことを、えー、こんな感じで年表を簡単に作ってみました。すごくこれはざっくりとした年表なので、えっ、ー、と、これを堂々と他のところで持っていくのはやめてくださいね。あの簡単にアジャイルスクラムを、えー、と勉強するための簡易年表だと思ってください。で、これちょっと僕の個人の意見なんですけれども、アジャイルのスタート地点。あ、ちなみにこの表の見方なんですけど、上の方がいわゆるアジャイルの流れ。 下がスクラムの流れだと思ってください。で上の方の一番最初、1975年ですね、えーと、ブルックスが人月の神話って本を出します。この中で、えーとまあ、すごく端的に人月の神話の人月っていうのは、あの1人月、2人月の話なんですねで。人月の神話って何のことを言ってるかっていうと、例えば10人月の仕事があったときに、じゃあ2人投入したら5人月になって、えー、と10人投入したら、えー、と1か月で終わるのか。 いやそんなことはないですよと。そもそもプロジェクトに人を投入すれば投入するほど基本的に遅くなっていくんですよっていうのが書かれています。で、さらにその中でウォーターホール、いわゆる計画主,計画主導的な考え方っていうのは崩壊するよっていうのがこの時点で1975年です。結構前ですよね。あのー、正直ですね、えー、僕の生まれる前になったりし,だったりします。 その頃から実は、ウォーターフォールってよくないよっていうのは、実は書かれてたりします。はい。で、えっ、ー、と、アジャイルとウォーターフォールっていうのは二項対立的なものではありません。アジャイルの反対やればウォーターフォールになって、ウォーターフォールの反対やればアジャイルになるわけではありませんが、えっ、ー、と、アジャイルの誕生には少なくともアンチウォーターフォールの、えっ、ー、と、その流れがあったということは、僕は否定できないかなと思っています。ただし、だからといって、えっ、ー、と、 んていうか逆の関係にあるわけではないです。ウォーターフォールがよくないか別のやり方を探そうといって探した結果、アジャイルのマインドセットが生まれたといったことになります。でですね、この昔の1975年の次にですね、1986年、ちょっと見読みづらいかもしれませんけど、これ論文ですね。えっ、ー、と、野中育次郎先生と竹内弘孝先生が書いた、The New New Product Development Game ってやつですね。これはですね、えっ、ー、と、アメリカの方から、えっ、ー、と、野中 先生たちの方にえう、ー、に依頼がありまして、アメリカの NASA の方とかでやっているプロジェクトがうまくいかないんだけども、日本の企業でやっているやり方がなんかうまくいってそうに見えるから、なんか比較検討してみてくれないかということで出た論文になります。で、この論文の中で初めてスクラムといった言葉が出てきます。ただし、えー、とメインで使われている同じ用語は、ね、刺身なんですよね。刺身って言葉が使われています。 えーとどういったことに使われているかっていうと、えー、各部門が縦割り部門なんだけれども、それぞれがちょっとずつカバーし合って、うまくやっているっていうところが刺身を、ね、こうこう切って、並べた、この横から見た感じに見えるから刺身というふうに、実際、あのロ,ローマ字というか、書かれてるんですね、これ、英語の論文なんですけども。なんですけども、野中先生も、えー、と去年かな、一昨年かなの時に講演で言ってたんですけど、刺身じゃアメリカへの受けが悪いと。 何を言ってるか分からなくなるので、似たような形って何かないかって言った時に、ラグビーのスクラムが肩を組んでる姿が似てるぞということで、スクラムっていう言葉を使ったと言っています。ただし、えー、と別にあのラグビーに詳しいわけでも何でもなく、んとなくで選んだ言葉らしいです。はい、ここで初めて歴史、あの多分こういうチームワークのことにスクラムといった言葉が出てきます。次にですね、1995年、えー、ケンシュエバーとジェフ・サザーランド、まあ、ケンシュエバー側が発端なん というふうに書いてあるんですけども、そこのシーンはちょっとわからないんですけれども、スクラムがというやり方が誕生します。1975年にこういうやり方よくないよと言ってみんながいろんなやり方を探し始めました。その中で、えー、と研修ウェーバーたちがあのスクラムといったものを1995年に誕生させたんですね。そして使っていきました。で、えー、とその研修ウェーバーとジェフ・サザランドですけど、その後に、えー、とアジャイルマニフェスト2001年に書くときにちゃんと一緒に、このちょっと まあサイトにアクセスしてもらうと分かるんですけど、2人ともここのアジャイルマニフェストの、えー、と書き込むのに、えーと、2人とも立ち会ってます。でアジャイルっていうのは、えー、と人間の神話で、このやり方はよくないよって言った後に、じゃあどういうやり方がいいんだっていうのをみんな方々で探し始めたんですよね。で方々で探し始めて、でその中で、えーと、ある一派が、えー、と僕たちが同じ方向にある程度向いてるようにやり方は違うけど。 で、その中で、えっと、僕たちが向いている方向をある程度記念碑的に固めておこうかってことでできたのがアジャイルマニフェストです。で、そのうちの一派がスクラムになります。だから2000年ぐらいに流行ってたのは多分 XP ですね。ケントベックの XP が流行ってました。エクストリーミングプログラミングですね。はい。そっちが流行ってました。で、えー、っと、その後、えー、っと、スクラムの誕生の うんあんまり有名ではなかったと思うんですけれども、確か2001年に出たですね、ピーター・マックブーリンのソフトウェア、えー、職人気質といった本の中で、えーと、1パラグラフぐらいスクラムってやり方があるんだよっていうことが書かれていたりします。で、スクラムがドンと有名になったのは、僕はこの2009年に、えー、スクラムガイドを出した時ですね。まあ、実際はこれ、英語版しかまだ出てなかったと思うんで、日本語版が出たのは確か2010年だったと思います。ちょっとごめんなさい、そこはサイト見た方が早いですね。 まあ、2009年スクラムガイドが生まれましたで。スクラムガイドが衝撃的だったとこは何かっていうと、まず薄いってことです。全部で十数ページしかありません。20ページいかないんですよね。で、かつ PDF で誰でもダウンロードできます。で、スクラムってのはこれ読めば OK だよっていうのが本当に衝撃的でした。それまで XP とかも短い、薄い本だと言っても100ページを超える本でしたし、十何ページでやり方をルール,ルールブックをまとめたってところは非常に面白いところでした。 でさらに、えーと、すごいところは多言語翻訳されたことと、さらにその細かくアップデートを繰り返していったんですねで。最新のアップデートは2020年に出てます。去年ですね。去年の、ごめんなさい、ちょっと、えー、何月か忘れちゃったんですけども、11月かそれぐらいだ、ごめんなさい、多分間違えてますね。10月か11月ぐらいに、えー、と最新版が出てます。時代時代に合わせてどんどんどん,どんアップデートしていってるんですね。さらに、このアップデート、えーと 実際には2009年のアップデート、2011年のアップデート、2013年のアップデート、2016年、2017年とどんどんアップデートして、今、2020年版になってます。すごいところは、アップデートのたびに、えーと、ページ数があんまり増えないんですよ。どころか2020年の版は結構減ってるんですね、ページ数はこれはね、アップデートとしては成功している方だと思います。 対して、あの他のメソトロジーで、まあ、ちょっと名前は伏せときますけども、えー、最初はそこそこ薄い差しだったものが、今ではもう電話帳並み、電話帳って言ってもみんな分かんないのかな、辞書並みの大きさになってたりするやつもあるので、えー、とそれと比べると相当、成功したアップデートし続けていると思います。 でですねそのスクラムガイド2020ですね、えー、と変更点がいろいろあるんですけれども、その変更点から最近のスクラムの問題点を考えてみようと思います。えー、スクラムはいいものなんですけど、問題がないわけじゃありません。そもそもですね、ジェフ・サーランド博士の統計、調べによるとですね、大体60%ぐらいは間違えたスクラムをやってるとかっていう話もあります。だから問題点もあるんです。じゃあ、どういったところに問題点があるかっていうと、えー、いうのをちょっと探っていきましょうと。 ちなみにスクラムガイド2020なんですけれども、2017年の版の、えー、と変更っていうのは、えー、ちょっとした文言変更とかだったんですけど、2020年の版はね、ガラッと変わりました。えー、差分を取ってみようと思ったんですけども、そもそも、えー、差分が取れないぐらい、もうドラスティックに変わってます。項目としてなくなったところもありますし、項目として新設されたところもあります。 1>, えと1ページぐらいあったところが半分になったところもありますし、逆に 1,、えー、と1パラグラフしかなかったところが1ページぐらいになったところもあります。相当変わったんですね。なので変更点をここにばーって出していくと、ちょっとそれだけで話が終わってしまうので、僕が気になった2点だけちょっと話をさせてもらおうと思います。まず第1にですね、アカウンタビリティという言葉が増加しました。 と僕の同僚でですね、英語圏の,のアジャイルコーチがいるんですけど、彼が読み終わった後とに言ったのが、なんかアカウンタビリティって言葉が増えた気がするっていうふうに、えー、言ってました。で、僕、実際気になって、えー、英語版の方の、えー、と中身を文字検索して見てみたところ、確かに2017年の版に比べて、アカウンタビリティって言葉が増えて、代わりにレスポンシビリティっていう言葉が減ったんですね。で、ここなんですけども、レスポンシビリティっていうのは、えー、と日本語だとよく、えっ、ー、と、せつ ああの結果責任じゃない、間違えた、行動責任かな、行動責任って言われます。で、アカウンタビリティは結果責任です。で、日本語訳してもなんかいまいちピンとこないんで、僕、このあたりはあのたまたま同僚に英語圏の人がいるので、よく話し合ってみたんですけれども、レスポンシビリティっていうのは結局、レスポンスする責任、何か反応する責任で行動を終わらせることによって責任が達成されます。アカウンタビリティっていうのは、会社から一部アカウントを借り受けていると。 何か一部の資産を借り受けて、それを何とかしてうまくする責任があるんだということを言ってました。はい、で、このアカウンタビリティが増えたってことは、結局どういうことだっていうのを、ちょっと僕も考えてたんですけれども、えーと、一回ね、スクラムガイドがね、更新された後にあのに、これあの、スクラムガイドを更新するのはね、たい100人ぐらいで行ってるんですよね。えー、と世界のトップ、えー、スクラムトレーナー100が集まってやるわけですよ。 でえー、その中,の人中にもはその日本人も入ってまして、エバタさんって言うんですけども、もエバタさんともちょっとこの話をしまして、で最終的にはですね、えーと、ジェフ・サザーランドさんがスクラム・インクの、えー、4でやりましたの解説会、えーと、日本向けの、えー、とスクラムガイドの解説会があったんですけど、そこの中でちょっと結構明らかになりました。結局ですね、スクラムガイドに書いてるとみんなやってるだけで、えー、その結果に責任を取ってないっていうことがありました。 つまり、えーと、デイリースクラムやってますよと,、えー、と、スプリントプランニングやってますよ、やってますよ、やってますよって言うんだけど、じゃあ、それは効果出せてるんですか、ビジネス効果出せてるんですかっていうと、そこまでは見てなかったりするんですよ。なので、そこは更新されて、そこまでちゃんと見なさいよとあの。仕事なんだから、仕事でその会議をやったんだから、それで効果を上げないとおかしいでしょうよということを言っています。そういったこともあって、アカウンタビリティという言葉が増えました。 で次にですね、指、え、示、ー、的部分の削除ですね。えー、こうしなさい、ああしなさいといったところが減っています。えー、これ、顕著に表れているのはデイリースクラムのところですね。デイリースクラム前はですね、開発チームがスプリントゴールを達成するために私が昨日やったことは何か、えー、今日やることは何か、障害となるものを目撃したかってことを、えー、質問としてするといいですよ、他何してもいいんですけど、こういうのが例としてありますよって書いてあったんですけど、そこはざくっと消されてまして、何してもいいって書いてあるんです。よ。 だから、よりそこも踏まえても、アカウンタビリティ。つまりあの、ビジネス結果を出せよといったメッセージ性が非常に読み解かれます。だスクラムってやるだけじゃダメなんですよね。それでちゃんとビジネスの効果を上げなきゃいけないんですよ。儲けるってことは非常に大事なことなんですね。はい。じゃあ、最後にですね、どうやってスクラムを実践するのかってところなんですけども、えっ、ー、と、一番基本のきえっ、ー、と、タイトル回収ですけどね、えー、スクラムガイドを読んでそのままやる。 えー、スクラムガイドは2020年度版になってより指示的部分が消されたことによってシンプルになりましたただしシンプルになったって言っても、えー、っとそれぞれの業態に合わせてちゃんと考えてやらなきゃいけなくなったことはなったんですよ前は読めば読んでその通りやればいいやだったんですけども今回はちゃんと意味を読んで理解して自分たちの業態に合わせて何がいいのかっていうのを考えなきゃいけないことになりました で、まあ一番多分、スクラムガイド読んで一番最初にやるのは会議だと思うんですよね。ミーティングのイベントがいろいろ書いてあります。スプリントプランニングですとか、スプリントレト,レトロスペクティブですとか、レビューですとか、そういったものが書かれています。で、よくあるミスっていう、ミスというか、僕がアジャルコーチとして見ちゃうのは、 既存の会議もともと当たり前ですけどか、えーと、スクラム始める前からですね、えーと、会社としてはビジネスをやってるわけですよで。ビジネスに対して何かコンセンサスを取ったり、何か決めたりするような会議っていうのがそもそもあるんですよね。で、その会議を消せないんですよねで。消さないままスクラムのイベントをそのまま追加しちゃう。で、何が起きるかっていうと、えー、とミーティング地獄になっちゃいます。 もう月曜日朝か夜までミーティング、火曜日も朝か夜までミーティング、もうね、へとへとになっちゃうんですよね。だからここら辺りをスクラムを導入するときに当然だから見直さなきゃいけません。で、もう一つの大きい間違いとしては、既存の会議体をそのままスクラムイベントにコンバートするやり方ですね。えー、普段やって、毎朝やってるやつがあるから、これをデイリースクラムとい見直そうとか。 えーとこういうことをやってるから、これをあの毎週やってるんだから、それをえーとスプリントプランニングにしてしまおうとかってやつなんですけども、そもそもですね、会議体っていうのは、当然効果が、以前やってた会議体っていうのは、参加するメンバーも決まってますし、どういった結果があるかも分かってるんですよ、それはスクラムのものとは多分違うんですよね。 もしかしたら一緒かもしれませんが、えー、大体その企業内で判断している人って、スクラムやりたての人が判断しているんですよ。スクラムのプロフェッショナルがちゃんと効果とか、会議体に参加しているメンバーを見極めて、これはスプリントプランニングと言い直しても大丈夫ですねと言ったわけではなく、なんとなくこれでいいでしょうっていうふうにやってたりすると、これもこれでですね、えー、スクラムイベントが形骸化していきます。で、結局、スクラムイベントをやるんですけども、裏イベントが発生していったりします。 いや、これをね、ちゃんとあのここの部長さんを読んでやらなきゃいけないよねとかって言ったりして、別のイベントを発生させて、それはスクラムイベントやってるんですけど、それ以外のやつで実際ビジネスが回っていってた状態が起きたりするので、ちゃんとそのあたりを読んで、ちゃんと理解し、そのままやる。っていったことが大事になってきます。で次にですね、えー、スクラムっていうのはフレームワークです。フレームワークっていうのは、結局そのままやっただけじゃだめなんですよね。 えとそれ上にプラクティス、モジュールを載せていかなきゃいけません。例えばですね、有名なやつで言うと朝会です。えー、スクラムガイドちゃんと読んでもらうと分かるんですけども、朝にやれなんて一言も書いてないんですよ。で、朝会っていうのは朝にやって集まるっていうプラクティスです。 あと、プラクティスで有名なところで言うと、ユーザーストーリーですとか、看板ですとか、ジ、ま、ラ、あ、を使うですとか、バンダンチャートを書くとか、いろいろあると思いますが、それぞれ有名なプラクティス,プラクティスなだけであって、あなたたちがやる業態に合っているかどうかはわからないんですね。でそれらを、えー、と追加し、自分たちでやりながら実験していく必要があります。実験的ってどういうことだろうって考えた、えー、ときに、マネジメント3.0から実験的の定義があります。 えーと成功するか失敗するか分からない状態ってことですね。成功するって分かってるものはプラクティスって言って、えー、失敗するって分かってるものはミスって言います。当然ですね。だから、それをやったところ、うまくいくかどうか分からないなっていうときは実験的だと言っていいでしょう。だから、まずはプラクティスをどんどん実験的に試していってください。えー、で、実験的かどうかを見るのは結果から見れば明らかです。失敗が半分、成功が半分だったら、多分実験的はうまくいってます。 もし成功確率が多すぎたりした場合は、より、えー、っと失敗するかもっていう気持ちをあの強くしたプラクティスをどんどん導入していってください。で、失敗と成功を通じて、どん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 ラーニングが溜まっていきます。学びが溜まっていきます。学びが溜まっていけば、おのずと看板が合ってるとか、ジラが合ってるとか、ユーザーストーリーって書き方が合ってるとか、朝会よりも誘拐が合ってるよとかっていったことが分かっていきます。そうすれば、おのずとスクラムっていうのが分かってくるようになります。 で最後にですね、えー、スクラムの専門家を要請目視は雇用しましょう、えー。スクラムガイドにはスクラムマスターを用意しろって書いてあります。よくあるミスとしては、スクラムマスターっていう係りを用意して、それをとりあえずやってみるっていったことになるんですけれども、これはですねうん、持ちません。どういったことかって言いますとね、えー、とスクラムマスターっていうのは、ちゃんとしたロールなんですよ。つまり役割なんですよ。開発者や PM とかと一緒なんですよ。 それののためのキャリアパスを用意してああげる必要があります会社としてちゃんとスクラマスターを養成するっていうのは、えー、とちょっとしたトレーニングに誰かを連れていくとかいったことではなくてです、ね、えー、ちゃんとキャリアパスを用意し、ちゃんと昇給制度を用意し、評価制度を用意するっていったところは要請するといった言葉に当てはまります。じゃあです、ね、それをどうやってやっていったらいいのってところなんですけども、まあ、大体の場合、最初はです、ね、スタートのときは専門家を雇うことを僕はお勧めします。 在野の,、えーとのえー、とフリーでいるスクラムマスターの人もいますし、新しく、えー、と会社を辞めたスクラムマスターの人もいます。またですね、えー、と僕みたいにあのアジャイルコーチとして、えーと、それを派遣している会社もあります。えーとえー、私の会社のあの山猫もそうですけども、クリエーションラインも、えー、とアジャイルコーチの派遣を行っています。そういった会社は徐々に増えてきています。 専門家がいなければ雇えばいいんです。で、えー、と必要なくなれば、えー、とあの契約を止めればいいんです。で、その時には当然、あの社内にもうスクラムの専門家がいる状態になっているはずです。こうやってスクラムを、えー、とまずはそのままやり、えー、そして、えー、とプラクティスを実験的にやっていき、それを支える、えー、専門家を養成、もしくは雇用し、えー、とチームを。 育て,ていきますでチームを育てていけば当然会社も育っていきます。会社も変わらなければいけません。そうですね、先にキャリアパスなんか会社の協力なしにはできません。チームだけではできないんですよね。そうやってスクラムをどん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 皆さんの中で実践していってください。はい、僕からはこれで話は以上になります。ありがとうございました。皆さんこんこににちははソリューーーションアーキテクトのの伊藤と申しますす推進するにはチームの育成だったり組織文化の 変革プロセスの変革がキーになってきます。さらにはそれを支えるためのプラットフォームや環境も必要になってきます。このセッションでは GitHub を活用してどのようにアジャイルプランニングができるかということを考えていきたいというふうに思います。まず簡単に自己紹介させていただきます。私自身は前職はアプリケーションセキュリティのソフトウェアベンダーにいまして CICD の,の中でどのようにセキュリティスキャンをするかということをお客さんに提案してきました。 またその前はいわゆる SIA という業種で開発ですとか技術調査またはアジャイルウォーターホールに問わずプロジェクトの管理を携わってきましたその中で開発プロセスの改善自体にももともと興味があるというふうに感じまして GitHub に参画しましたどうぞよろしくお願いしますでまずは GitHub について簡単にご紹介していきたいというふうに思います 簡単に一言で言うと単一のアプリケーションによるデ s プラットフォームということが言えます。はい、で皆さん GitHub を、えー、活用される方、まあ、そのきっかけとして多いのは、えー、Git リポジトリとしての、えー、ツールという方が多いのではないでしょうか。また、えー、次のステップとしては CICD 機能がありますので、えー、そこから CICD を活用していくっていうこともっていう方も多いかなという,ふうに思います。ただそれらは GitHub のこの DevOps DevOps プラットフォームとしての一部でしか過ぎず、例えば今回ご紹介するプランニングのところ、計画アジャイル計画をする機能ですとか、その後続のところ、パッケージリリースのところで、成果物をパッケージしてリリースして、さらにデプロイ環境、本番環境を自動的に設定して監視するという機能もあったりします。またこれらの すべてのステージを全体として管理して、そのステージの可視化を、どこにボトルネックがあるかという可視化をする機能があったりですとか、セキュリティスキャンを CI の中で実施して、シフトレフトを目指すという機能もあったりします。これらのことを1つのアプリケーションでできることが GitHub の最大の攻めというふうに考えています。 で次にこうカテゴリー別に機能を見たときの外観はこんなようになっていますで。ここではいくつか皆さんご存知でなさそうなものをピックアップしていきたいというふうに思います。1、はい、つ目はバリューストリーム管理機能ですね。こちらは各ステージ、DevOps のステージに対してそれぞれどれぐらいどこに時間がかかって、例えばコーディングに時間がかかったというところを抽出して、どの ステージにボトルネックがとというここを特定すすることができますあとは今回ご紹介するようなアジャイルのプロジェクト管理機能ですとか Web パフォーマンスこれは CI の中である程度の付加テスト性能テストを実施するっていうような機能ですあとはコンテナレジストリこれは Docker イメージを確保する格納するための機能でして Git リポジタリ コンデナレジストリだったりパッケージレジストリも GitHub では提供することができます。あとは脆弱性、まあ、脆弱性をセキュリティスキャンする機能あるんですけど、それをセキュリティスキャンした結果を一元的に管理する脆弱性管理機能もあったりですとか、次にフィーチャーフラグですね。フィーチャーフラグは例えば AB テストをしたときにその A とか B という切り替えを ギターの UI で簡単にオンオフできるというような機能がフィーチャーフラグの機能です。あとは Kubernetes との連携ですね。Kubernetes をデプロイ環境として連携し、自動的に設定し、デプロイ環境として最大限に活用するというような機能もあったりします。でこ,ちらでこちらの図はその皆さんいろんな えー、ツール、各種ツール、まあ、製品、オープンソース含めてお使いだと思うんですけど、まあ、一般的にこんなようないろんなツールを組み合わせて、デブオプスを実現していくかなというふうに思っています。で例えば、チケット管理システムを、えー、調達して、また Git リポジトリは別のソフトウェアを使って、さらに、えー、CI は Jenkins で回すということが、えー、結構多いんではないかというふうに思います。でそこでの課題として考えるのは、まずその複数、 のツールには複数の UI がありますので、まあ、それぞれ、えー、と違う使い勝手だったり、学習コストがあるかなというふうに思っています。また通知もそれぞれのツールか,ツールから、えー、発されてきますし、えー、アップグレード時の互換性、これは結構重要で、ここが結構、えー、メンテナンスコストが高いところかなというふうに思っています。例えば、えー、あるソフトウェアを ある開発ツールをアップグレードしたいんですけど、それと連携しているプラグインがまだそこに対応してないため、結局、そのアップグレードを諦めてしまうということもあったりするかなというふうに思います。あとはツールごとの権限管理ですね、それぞれのツールで適切な権限を設定しないといけないですし、ステージにまたがった分析ですね、ここはそれぞれのツールはそれぞれのデータベースを持っていますので、一元的な分析は基本的には難しいというふうに考えています。 で次に GitHub の、えーまあ、DevOps ベストプラクティスの中でどのように、えー、GitHub を活用していくかっていう、えーまあ、これはまた別の視点で、えー、フローにした図であります。主にその計画からデプロイっていうところまでではあるんですけど、まず左側の上流側ですね、でえー、と計画のところではエピックやマイル e s t o n という,、えー、こうアジャイの概念を使って、えー、ポートフォリオ、プロジェクトのマネジメントをしていきます。 で実際にはそれぞれのストーリー、ユーザーストーリーですとかタスクというのは、イシューというもので記述して、いわゆるチケットでもあるんですけど、そのイシューを使って、それぞれ要件だったり、ユーザーストーリーを定義していきます。でその中で実装が必要なものは、そのイシューに対してマージリクエストを作成することになります。マージリクエストを作成すると、Git のブランチも作成されて、 基本的にはその後このブランチで起きる一連の開発の出来事は、このマージリクエストによって管理されています。ソースコードの修正ですとか、自動ビルド、自動テストですとか、あとはレビュー環境、開発環境へのデプロイ、こういった活動ですとか、あとはセキュリティテスト自体も、このマージリクエストを CI の中で実施してしまうということが、我々わ理想というふうに考えています。 その中、いろんなテストだったり、確認が通ったら、レビュアーによるレビューが行われて、サイン承認をもらって、このクリーンなマージリクエストを本流のブランチにマージしていくというような流れになっていきます。その後は本番環境ですとか、ステージング環境での CD、自動ビルドテストデポイっということがまた行われていくというような。 えー、こんなような流れになっていきます。で今回は、えーと、ここの左側の、えー、エピックマイスト、えーン、プロジェクト管理の部分ですね、ここについて着目して、えー、ご説明したいというふうに思います。はい、でまず、えー、その前にはこの GitHub のいろんな要素について、えー、ご紹介させていただきます。まずはグループについてご紹介します。 グループはですね、基本的にはそのポートフォリオとかプログラムという呼ばれるような複数のプロジェクトを管理するための、えー、オブジェクトです。でまあ、場合によってはその戦略的な計画ですとか、まあ、会社全体の統制、それらを管理するための、えー、レイヤーを提供しています。でグループにはエピックというものが所属しています。これはアジアイル的な用語ではあるんですけど、エピックには えー、機能だったり、えー、と開発テーマ、またはユーザーストーリー、まあ、大きめなユーザーストーリーですね。えー、とユーザーストーリーを集約したものをエピックとして定義したり、ビジネスの戦略を定義したりすることが多いです。エピックには複数のイシューを紐付けることができますので、えーまあ、エピックとこうエピックとあとイシューを使って、階層的にこの大きなタスクを定義したりすることができます。でさらにロードマップというものは、このエピックを えー、時系列的に可視化すするための機能です、えー、一般的にはより、えー、長期的な計画ですね。をこれを、えー、スケジュール化して可視化していくための機能です。でさらにはプロジェクトを中心に,を中心に見ていきたいというふうに思います。プロジェクトには、えー、とチームがコラボレーションしたりですとか、計画、コーディング、まあ、アプリケーションのデリバリー、いろんなその実際の実活動を、えー する起点になっていますでまた他の言い方としては、えー、とリポジトリというふうに、えー、Git リポジトリというふうに言い換えても、えー、分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。1プロジェクトが 1Git リポジトリがありますので、えーまあ、その Git リポジトリ周辺で起きることを、えー、プロジェクトとして管理するというふうな考え方もできます。でプロジェクトにはイを、えー、イシューが所属して、えー、ここには一般的なユーザーストーリー バグですとか、あとは、えー、要件ですね、まあ、これは引きの機能を含めての要件、あとは、えー、タスクというものを定義していきます。さらにプロジェクトにはマイルストーンというものもあります。このマイルストーンというのは、えー、アジャイルで言うと、まあ、スクラムで言うといわゆるスプリント的なものでして、だいたいその期間、まあ、期間を決めるんですけど、1週間、2週間、まあ、1ヶ月というような、えー、ケースが多い。えー 固定期間の計画だったりします。その固定期間の計画にはリリースを伴う、リリースが可能な成果物を伴うことが多いです、はいで。具体的にこの、えー、画面を見ながら、異、ま、臭、あ、が何か、今までご紹介した、えー、要素が何かということを見ていきたいと思います。異臭については、えー、まず、えー、上に異臭、まあ、を,イシューを、えー、説明するタイトルがあって、 まあ下の方に具体的なこの1周の記述があります。この例ですと、具体的な提案が、あとあのキャプチャー込みでデザインとしてえ含められていて、具体的にこう,いうこういう UI を作って、ユーザーに価値を示すんだということをえ示しています。あと、一周にはその集約元のエピックがありますので、集約元のエピックを設定して、あとどこのマイストーンで対応するかということもえ設定します。 あとは下の方に、ウェイトっていうふうにありますけど、これはいわゆるストーリーポイントっていうところで、まあ、そのこの1周のタスクとしての大きさを相対的に定義するものです。一般的にはここはプロジェクトによっては、フィボナッチ数列 1, 1、2、3、5、8というような数列を使って相対的にこのタスクを定義して、全体のスケジュールに反映していくというような使い方をします。 指定しました。1周の下の方を見ていきますと、えー、まず関連する1周というところが出てきて、場合によっては、ある1周がある1周に依存している、えー、依存しているというケースもここで定義できます。あとは1周の先には、えー、開発が必要の場合には、えーと、マージリクエストが必要で、ここでは5つのマージリクエストが関連付けられています。で下の方にはコメントや議論をする、えー、コメント欄というものがありまして、えーまあ、ここで、 この一周に対してディスカッションすることを推奨しています。メールでやり取りしてしまうと、後であのまあそのメールをもらってない人っていうのは、後からその背景っが分からなかったりしますので、できればすべて一周で議論を完結するっていうのが、まあ、GitHub 的な使い方になります。あとは次に Epic ですね。これは一周を 一応集約したものでより大きなタスクの定義ですね。まあ、大きなユーザー素位というふうに言ってもいいかなというふうに思います。同様にタイトルや説明欄が一周、えー、のように、えー、あります。ただ違いとしてはこう開始日、えー、期限というものがありますので、まあ、この開始日と期限を使って、えー、このあとロードマップのところで可視化されるんですけど、そのスケジュール管理というところにつながっていきます。ではエピピッッククはと一 によって階層化できますので、まあ、具体的にはこのように、えー、コエピックの、ま、塊が上の方にあって、さらにそのコエピック、この例ではコエピックのうちの一つを構成するイシューが下の方にこういくつか並んでいるということで、まあ、こういった WBS 化がこのエピックによって実現することができます、はい。次にイシューボードのご紹介です。イシューボードは、えー、こいろんな使い方があって、えーまあ、これは えっとまあ、ウェブベースのイシューボードができることではあるんですけど、えー、いろんな切り口で、えー、イシューを見ることができます。この例ですと、えー、マイルストーン別のリストということで、まあ、それぞれの縦の列がマイルストーンです。これは実際に GitHub の製品の、まあ、1ヶ月に1回にリリースするバージョンがそのままマイルストーン名として定義されていて、まあ、このイシューは どこのマイソンで対応するべきか、今の,このスコープ的に外れるかどうかということを検討しながら日々調整していくための一周ボードです。あと、よくありますのはワークフロー的な使い方ですね。このワークフローを実現するためにはラベルをまず作っていただきます。そののラベル別にイシューの イシューボードのリストを追加していって、それぞれのイシューがどのステージなのか、えーまあ、テスト中なのか、開発中なのか、レビューが終わったのかどうかというところを、えー、一目で分かるように可視化するための、えー、イシューボードです。はい、次に、えー、ロードマップですね。これは先ほどのエピックを主に可視化するための、えー、ビューアーであり、 この例ですと、モバイルアプリケーション対応のエピックがありまして、その下に2つサブエピックがあって、それぞれの進捗が集約されて見えるかなというふうに思います。であとは上の方にも上の方にはマイストーンも同時に出てきまして、この後ご紹介するマイストーンというものもタイムボックスがあって、このエピックに対してどういう選評かというところも、このロードマップ上で確認することができます。 はい、でマイリストーンは、まあえー、とこのような、えー、タイムボックスですね、エピックとは違って、一般的には、えー、繰り返しのタイムボックスにすることが多くて、まあ、GitHub 製品の場合は毎月1回の、えー、1ヶ月のタイムボックスとして、えー、定義しています。でこれは実際にの GitHub の製品回数の例ではあるんですけど、あまりそのバンダウンチャートとしては、例はよくはないんですけど、まあ、このマイルストーンが、えー、今回の まあ今回、えー、達成できそうはできないかということが一目でわかるかなというふうに思います。はい、でここまでで一通り、えー、GitHub で GitHub のアジャイル計画で出てくるような、えー、登場人物をご紹介しましたので、実際にデモに入っていきたいというふうに思います。でその前にデモのシナリオを少し、えー、紹介します。 今回、えっと、スワーグショップの立ち上げ、いわゆるノベリティのショップですね、これを立ち上げて、まあ、会社製品の、えー、宣伝効果を検証するということが目的としています。で、えっと、その目的効果の目、効果がどこまであるかということが分からないので、一旦その最低限の機能だけ、えー、ウェブサイトとして、えー、実装して、効果を測定したいというふうに思います。それを2月までの、えー、目標でやっていきます。 あとは、えー、と複数回層のエピック一周、まあ、先ほどご紹介したようなものを活用したりですとか、えー、とスプリント、マイストンですね、これを活用して、これは2週間ごとに切って、えー、2週間ごとに、まあ、今回は公開が2月末以降ですので、えー、内部的なリリースを2週間おきにやっていきたいというふうに考えています。でいろんなそのエピック、まあ、機能、実装しないといけない機能はあるんですけど、今回は。 えっと、商品、まあ、最低限一番怖いなる商品注文機能についてのエピックについて、えー、そこを中心にアジャイルプランニングのデモをしていきたいというふうに思います。はい、では実際に、まあそのえーっと、今回デモするグループについてもご紹介します。まず、スワーグショップという大元のグループが定義されています。 これがプロジェクト、まあ、その目標全体を計画するためのグループで、実際には EC サイトの立ち上げ用のグループがサブグループにあって、あとは、そうですね、まずは Web アプリケーション。 ウェブサイトとしてまず公開しますので、ウェブサイトのプロジェクトがそのグループ、EC サイトのグループの下にあったり、あと将来的にはモバイルアプリケーションも対応していくためのプロジェクトがあったりします。あとはインフラ,インフラとしては今回、えー、パブリッククラウドを使う予定ですので、えー、それ用のグループを作って、そのリソース別にエダーベースと GCP の、えー、プロジェクトを設定しています。あとは、えー 前者的なところで言いますと、広報、マーケティングですね、これを、えー、ここまあ別の部署が担当していて、ただ今回の,その EC サイトの公開と同時にプレスリリースも出してもらう必要がありますので、まあ、プレスリリース用のプロジェクトも今回は関わってきたりします。あとは、えー、今回、EC サイトとは別にリアル店舗でも、えー、スワークショップを立ち上げるという計画にもなっているので、まあ、リアル店舗側の、えー、グループだったり、 それの決済のための機能をプロジェクトとして定義しています。で実際には、まずロードマップ、これは事前にエピックだったり、マイルストーンを定義してあるんですけど、このロードマップを見ていきたいというふうに思います。で中心なのはこの EC サイト崩壊のための MVP というエピックですね。まあ、これを2月までに対応して、 えーまあ、いくつかの機能、最低限の機能を実装していきます。まず、えー、と今回中心な、えー、商品注文機能ですね、ここを、えーまあ、ここに対していろいろアジャイルカーニングをしていきます。ただ、それとは別にクレジットカードの決済機能が、まあ、これも別のサブエピックとして定義したいですとか、まあ、先ほどのプレスリリースのところも、まあ、これは2月の、えー、と公開前にプレスリリースしたいという考えですので、えーまあ、その エピックもここで定義ししたりしていますでスプリントはまあここにあるように、えー、5つ定義していますけど2月,まで2月末までの、えー、スプリントとしてはスプリント3までに、えー、必要な機能を対応していく必要があります、はい、で実際にはこのまず親のエピックおもとのエピックを見ていきたいというふうに思います はい、エピックというのはそのビジネス的な戦略だったり、えー、大きなビジネス価値を定義するものですので、えーまあ、こんなような、えー、ビジネス価値を、えーまあ、今回は製品の、えー、知名度を向上させるという目的で、えー、定義しています。または、えー、ビジネスのゴールとしては今回はその認知度が上がったかどうかという検証までを、えー、想定していますので、えーまあ、そこをゴールとして、まあ、こんなような まあ記述例としてはこんなような記述をして、ピックの定義をしていきます。はい、また、EC サイトの外観イメージですね、ここもまあプロトタイプとして事前に作っておけば、えー、皆さん、共通の認識でまあどういうものを作るかということをえ共有できたりですとか、あとは場合によってはこういうワークフローです、えー、のようなものをこうマークダウンで記載することによって、えー、まあこの後のこ、えー、検証ステップですね、G セットの検証をどういうふうにやっていくかということを共有したりしています。 で、下の方には、えー、先ほどの EC サイトのプレスリリースのエピックに対する、えー、これはイシューが見えたり、あとはクレジットカード決済機能、まあ、これもまた別の、えー、エピックとして、えー、エピックとイシューを定義しています。で今回、この商品の注文機能についてのイシューがまだ、えー、立ち上げられていないので、ここについて、 えー、プランニングをしていきたいというふうに考えています。はい、で、えー、そこの、えー、商品注文機能のエピックをクリックして立ち上げました。はい、でここではあまり定義、そのエピックの定義自体はやってはいないんですけど、えー、実際に、まあ、ここに イシュを追加していいいきたいと思いますここの追加ボタンを使って新しい一周を追加するっていうことで、まあ、考えられそうなユーザー総理サブ機能っていうことをものを追加していきます。で実際に対応するのはこの Web っていうプロジェクトですので、まあ、全部この Web っていうプロジェクトに追加していきたいと思います。商品の一覧表示はもちろん必要で一覧表示はその個別の表示っていう画面も 出てきますので、そこは別々の機能として、えー、一種を追加していきます。でさらには、えー、商品カートへの追加ですね。まあ、こういう購入をするためには必要な機能だと思いますので、えー、最低限必要でしょうということで追加していきます、はい。あとは商品の注文ですね。これも、えー、実際の注文処理、カートを追加した後に必要でして、あとは、えー、注文した場合にはお客さんに E メールが届く必要が あると思いますので、まあその、そういったユーザーストーリーを追加して、あとこの最後にその管理者側のですね他は全部ユーザー側のユーザーストーリーだったんですけど管理者はその注文された一覧を見て、えー、実際に商品を送る必要があると思いますので、そういった機能もここで追加していきます。はい、で、ここで、まあ、この商品注文機能に対して、えー、6つの1周が追加された状態になっています。 でこの開始日期限というのは事前に、えっと、設定しています。で今回はさら、えっと、にこれを、えっと、マイルストーンに割り当てるために、えー、イシューボードを使って割り当てていきたいというふうに思います。一旦えっと EC サイトのグループに戻りまして、先ほど割り当てたウェブのプロジェクトに行って、まあ、そこのイシューボードを、えー、使っていきたいというふうに思います。 はい、でまず、えー、出て活用するのはマイルストーン別のイシューボードですね。これを使って、えっと、マイルストーンを、どのマイルストーンで対応するかというところを割り当てていきたいと思うんですけど、えー、その前に、ウェイト、イシューウェイトをちょっと設定して、まあ、これをもとに、それぞれのマイルストーンで入りそうかというところも検討しないといけないので、まあ、これを設定して、まあ、実際には、あのプロイスとメンバーとの合意のもとに、 ウェイトっていうものは決まることは多いとは思うんですけど、今回はまあプロジェクトマネージャーとして全部どんどん過去の経験からつけていきたいというふうに思います。はい。で、エピックはみんなこの商品注文機能っていうところに、えー、割り当てられるということがわかります。で、まずま、ここの優先順位も基本的に、えー、っと、まあ、この商品一覧ですとか、個別の表示ですとか、 えー、あと、カートを入れるところまでも個別の画面、個別表示画面で出てきますので、このあたりは、えーとまあ、エスプリントの1でやりたいというふうに取り決めたりします。はい、でその後の注文ですとか、えーとまあ、注文と同時の E メールは、また、えー、別のスプリントの2で対応して、えーまあこの 管理者系の機能はスプリントさん、まあ、優先順位を少し下げて、えーまあこういう、こういうようなプランニングをしたいというふうに思っています。で、えー、さらには、今、マイルストーン別のプランニングをし,したんですけど、まだこのマイルストーンごとのプランニングもしていかないといけないと思いますので、えー、スプリント1の、えー、イシューボードのビューに切り替えます。 で今回は、えー、このケースでは、えー、とこれらの、まあ、スプリント1っていうことは決まったんですけど、それぞれ、えー、と誰が対応するかっていうところの、えー、と取り決めもしていきたいと思います。まあ、ここでは、えーっとまあ、私と他のデベロッパー、レポーターっていう人がいて、えーまあ、例えば、えーそうですねまあ、私はこの一覧画面やりますっていうことをして、まあ、このカートイン追加はちょっと一周ウェイトが多いので別の人にして、えーまあ この個別表示も、えー、ウェイトが、まあ、5ということで、えー、いけそうだということで、まあ、私に割り当てたりします。はい、で、これで、えーっとまあ、いろんなたまったタスク、えー、っと批評したイシューっていうものをいろんな人に割り当てることが、このイシューボーで実現できたりします。で次に、まあ、私、割り当てられた私自身としてどういうふうな動きをしていくかというと、また自分、 に割り当てられた、えっと、イシューボードを、えー、今切り,切り替えて、例えばこれは、えっと、実装したよということでツールドゥにして、これはまあ対応中。で、またそれがそれぞれが進んでいくと、まあ、レビューしたりですとか、えー、対応が終わったマージックエースを含めて開発が終わればクローズにするということが考え,考えられます。まあ、こんなように、えっと、イシューボードをいろんな まあシチュエーションに合わせて活用していくということがかなり便利なのかなというふうに考えていますで。そこで、えっと、そうですね、じゃあ先ほどのエピックに戻っていきますと、ロードマップですね、エピックがまあ実際に今、一つクローズ、一、え、周、ー、をクローズしたことによって20、20%の進捗が出ている。まあ、総ウェイトに対するクロー動したウェイトが20%ということで、 えーまあ、この進捗の更新というところも自動的にできる,かできるという、えー、利便性があるかなというふうに思いますで。あとマイストーンのバンダウンチャートについては、えっと、今この時点では、えー、何も表示されてないので、まあ、これは別の例ではあるんですけど、まあ、こんなようなイメージで、えーまあ、プロジェクトが進むと、それぞれ日が経過してクローズされるイシューが出てきて、まあ、こんなようなイメージで、えー、バンダウンチャートが進んでいくという。 イメージを見ていただければというふうに思います。でまあ、下にはまた、イシューボードのようなものがありまして、それぞれの、えー、とイシューがどのステータスがあるということも確認できたりですとか、まあ、合計のイシューェイトがいくつだったりですとか、もちろんそのスタート、スタート日、期限というものがここに記載されています。はい。以上で、私、えー、からのデモを。 えー、終わりたいと思います。はい、では最後に、えーとまあ、今回はそのアジャイルプランニングというところだけではあったんですけど、えーまあ、GitHub は Git リポジトリとか、えー、CI だけでなく、プランニングだったり、その後のデプロイ、全体のマネージメントもできますので、また、えー、と他のセミナーを見ていただいて、興味持っていただければというふうに思います。皆さん、今回ご参加ありがとうございました。 本ウェビナーはいかがでございましたでしょうか本日、アジャイルプランニングについて、アジャイルとはということと GitLab の適用についてご紹介させていただきました。来月はチームコラボレーションに関して、非エンジニアの方も含めた GitLab の活用事例、並びにチームメンバーの同時並行開発における GitLab の一連の流れをデモを交えてご案内させていただく予定でございます。来月へのウェビナーへのご参加、お待ち申し上げます。 また、本セミナーに関しまして、後日アンケートの送信を予定しております。大変お手数をかけして申し訳ございませんが、アンケートへのご回答にご協力いただけますと幸いでございます。なお、本セミナーへのご質問、また GitLab 製品に関するご意見やお問い合わせなどございましたら、現在表示させていただいているメールアドレス、jp-sales.gitlab.com の方にお寄せいただけますでしょうか。 それでは、これをもちまして GitLab DevOps Webinar シリーズ第1回、アジャイルプランニングを終了させていただきます。本日はご視聴ありがとうございました。